後口動物とは、腹口が口にならず、肛門となり、口は別に形成される動物。信仰動物ともいい、極秘動物、反作動物、脊作動物を含む。系統位置は、前口動物に対立する。デューターストミアの語は、トマス・ヘンリー・ハクスリーによって1875年に作られた。ギリシャ語で、ダター・ストーマーからなり、口が二次的に作られるという意味。 当時は腹口が口になるアーキスタマタと対立するものとして分類された。専門書では後口動物の語が使われることが多いが、高校生物用の参考書では進行動物の語が使われている。かつては語義から極秘動物門、反作動物門、積作動物門、盲学動物門、外行動物門、湾足動物門などが含まれた。ただし、 盲学動物門、外高動物門、湾速動物門については後に前口動物の管理動物であると判明し、21世紀の現在では極秘動物門、反作動物門、脊索動物門のみを含むようになり、これら3問の単系統性は支持されている。なお、これらの中に腹口が口になる生物も含まれるが、その場合も系統を優先して、 後口動物とみなす。競技の後口動物グループについては、後口動物の名称は、口の形成過程というより、単なる分類群のラベルと考えるのが妥当であろう。一時、チンウズムシの遺伝子解析の結果から、これが、後口動物に属する独立門とされ、チンウズムシ動物門が含まれることになったが、後の解析の結果、無腸動物と共に、チン無腸動物門を構成し、 前口動物と後口動物を合わせた友人動物と姉妹群に当たるとして後口動物から外れている。触手間動物と盲学動物門は原口の発生からは後口動物になるが、系統的に前口動物と後口動物とのどちらに近いかについて意見の対立がある。後口動物と触手間動物をまとめてレイディアリアを認める説もある。 しかし21世紀での分子系統解析では、触手間動物と盲学動物門は、前口動物に含まれる説が有力になっている。すなわち、左右相称動物は進化の過程で、後口動物と前口動物に分岐したと考えられている。ヘッケル派の説では、後口動物は放射乱活を行い、超対抗を持つとされた。しかし、現在では、赤動物は、 列対抗であろうと言われているなど、この体系は問題がある。2010年現在は極秘動物と反作動物が姉妹群をなすという説が大勢を占めており、これら二つは妖精の形態、三体構成、軸機関などの共通性を持つ。下記は後口動物の系統樹である AB 藤田 10P169 藤田 10P170。ありがとうございます。